どうもラオチンです。さあ今日も刀剣乱舞無双をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあレベル99のキャラクターが出来上がりました。見ていきましょう。三日月宗近レベル99、ステータスはこんな感じになってますね。そして装備ですけども、レベルが上がるまでは経験値アップ、お金アップ、アイテムアップ、そういったやつをつけてましたけども、全てが終わった後にこういった攻撃的な装備をつけるようにしてます。この連達の書ですけども、専用装備となってます。白レベルが20ぐらいになった頃にお店で売られるようになります。1つ1万5000円とちょっと高めなんですけども、全ステータスが 20% アップとかなりの効果を発揮してくれます。そして奮起の書、 HP が最大の時に攻撃力が大幅に増加する。そしてこちら、敵を倒すごとに HP を大きく回復します。 HP を吸収して、そして攻撃力最大を維持できる。この装備が俺は今のところ一番使いやすいかなと感じてます。続いて能力解放です。能力を全て解放するまではかなりのアイテムが必要になります。なので自分の推してるキャラクター、まずはそのキャラクターだけをマックスにするといいかもしれません。他のキャラはとにかく、第4段階目のこれ、強攻撃固有闘技だね、これを覚えれるように、振り分けていってください。全キャラこの固有技がものすごく強いので、まずはこれを取るようにやっていってください。今セットしている強攻撃の種類です。打ち上げ、連撃、周囲攻撃、固有技、だいたいこういう感じでやってますね。それではレベル99のキャラクターで第1章のボスと戦ってみましょう。ちなみに難易度は難しいです。簡単でやってしまうと敵がめちゃくちゃ弱いのですぐに倒してしまいます。なので、レベル99になってしまうと難しいぐらいで全然ちょうどいいですね。難しいですらめちゃくちゃ簡単に倒してしまいます。難しいって、敵の攻撃力そして HP が、高めに設定されてます。普通にやってると一発一発のダメージが結構あるんだけども、まあ見ての通り全然ダメージは入りません。よっしゃ、チャンスになったところに固有技を入れていきます。固有技は範囲、そしてダメージがとんでもなく高いです。すごいでしょこれ。固有技はね、三日月以外も全員強いです。はい、あと一発で、おしまいかな。うまいことやれば、特攻してくる前に敵を倒すことができますけども、今回は特攻を許してしまってますね。はい、これでおしまいです。倒れたところに固有技を入れておしまいにしましょう。必殺技溜まってないもんね。固有技の破壊力は半端じゃない。楽勝ですね。レベル99になってしまうと、簡単になっちゃいます。はい、ということで今日はレベル99になるとこんな感じになりますということでやってみました。いかがだったでしょうか。ではまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。